店長の山川です。今日はですね、撮影日がちょうど大寒ということでですね、脂の乗ったタラをご紹介したいというふうに思います。タラというとですね、やっぱり青森でいうとジャッパ汁、これが有名ですよね。タラを1匹まんまですね、調理していただいて、ジャッパ汁にして、賞味してみたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日も前回に引き続きですね、鮮魚の部門長の上野がですね、担当いたします。タラは淡白な魚でどんな料理にも合うので、ぜひご賞味ください。はい、それではタラをさばいていきます。こちらもすでに鱗は取ってあります。たわしなんかでこすってやると、細かい鱗取れますので、たわしで取ってください。それではおろしていきます。一匹まんまのタラをこうおろすときというのは、はい、鮮度感というのはどこを見たら分かるのかな。やっぱり目ですね。目が透明感ある方がいいと思います。それではまずタラのこちら、お尻ですね、ここから包丁を入れてお腹を裂いていきます。あんまり深く入れますと、せっかくの肝とか、苦玉潰してしまうことがあるので、あんまり深く入れないでください。エラのところまで来たら、エラのここの膜ですね、ここ切ります。そしたら今度はここのエラの付け根ですね、口の方です、こちらを断ち切ります。ちょっと力入りますのでね、気をつけてください。で、今度はひっくり返して、こっちですね、ここの膜も取ります。で、今度は、頭を右側に向けて付け根を外して、このエラの根元ですね、こちら切っていきます。で、タラって釣り物と呼ばれるものがあるんですけど、そちらの場合かなり、高い確率で釣り針が入ってます。なので、調理の際気をつけてください。これ危ないので捨ててください。では引き続き内臓を取っていきます。これ餌はイカでしたね。はい、根元を取ったら、引っ張ります。はい、これで内臓が取れました。で、こちら肝ですね、綺麗な肝です。肝を外す際に注意してほしいのが、この緑の苦玉ですね、こちらを潰さないように気をつけてください。では内臓が取れましたら一旦ちょっと洗います。ちょっとすみません。はい、洗い終わりました。魚全般なんですけど、洗ったら必ず水気をよく拭き取ってください。生臭さの原因にもなりますし、調理の際、おろす際に滑ってちょっと危ないですので、水分はよく拭き取ってください。これは白子とか入ってることもある？そうですね、運が良ければ白子が入ってます。今日のはちょっとちっちゃいんですけど、子が入ってました。はい、こちらも食べられますのでね、ちょっとちっちゃいですけど。では下ろしていくんですけど、最初にこのお腹の黒い膜、こちらは取ってください。はい、取れました。お腹の方もね、水分は取ってってください。はい、それでは頭を落としておきます。こっちからやった方が一発目力が入りますので、こっち側からやるようにしてください。で、今度はひっくり返してここをスッと切るだけ。これで頭が取れました。で、それでは、今から3枚におろしていくんですが、タラというのは特殊な構造をしておりまして、この肋骨の付け根ですね、こちらがちょっとこう広がってるんですよ。なので普通に3枚おろしをするとここで必ず引っかかっちゃいます。なのでちょっと特殊です。まずはお腹から切っていきます。ここは、普通の3枚おろしと同じですね。で、ここでちょっとここ硬い骨があるので、包丁を逆さにしてカリカリカリと
骨の付け根を断ち切る感じですね。こういうふうにこうなったらひっくり返して背中に包丁を入れていきます。はい、あとは、ここまで来たらこういう感じですね。ここまで来たら通常の三枚おろしのように包丁が進むところまで進めて尻尾の方を切って、はい、こんな感じですね。はい、あ、綺麗にね、さばけたね。はい、タラは普通の魚と比べてさばくのは難しいんですか？そうですね、まあ、ここの骨さえ気をつければそんなに難しいことはございません。で、反対側もやっていきますね。今度は背中の方からお腹ですね。はい、ここまで来ましたらちょっともう一回ひっくり返して、やっぱりここですね、ここの骨を、断ち切るように逆さ包丁です。この時気をつけてください。手が滑って勢い余って手を切らないように気をつけてください。はい、ここまで来ましたらひっくり返して包丁を入れて、はい、こんな感じですね。あ、これ半透明でね、真っ白だから、これ鮮度がいいからこういう色目してるのかな。そうですね、切り身なんか選ぶ際は、まあ、半透明なピンク味がかったような切り身がいいと思います。で、タラはですね、まあ、この、まあ、浮き袋ですかね、ここの中に血が入ってます。なので三枚おろしにしてから、まあ、この膜を切ってたわしなんかでこすってやって、そうするとやっぱりジャッパ汁とかに入れると出汁が出ますので、骨も捨てないようにしてください。はい、これでおろし方は終わります。で、最後頭ですね。頭、こちら半分に切ります。で、半分に切るときはちょっと危ないのでゆっくりやってください。叩いたりしないように、包丁を入れましたらちょっと力を入れてグッグッグッと、ここまで来たらこの付け根ですね、ここは硬いので少しこう叩いてください。はい、これで頭も半分になりました。タラのおろし方は以上です。専属シェフの磯島です。今日はタラタラのアレンジレシピを作りました。八戸といえばやっぱり郷土料理ジャッパ汁ですね。味噌仕立てで肝を効かせた美味しいスープを作りました。2つ目はタラフライですね。胡椒と塩を下味に効かせると臭みが抜けるので、そこをポイントに作っております。3つ目はアクアパッツァ風ホイル焼きですね。こちらは子供さんでも食べれるようにちょっと飽きどこない洋風にアレンジしたレシピを作ってみました。どうぞお試しください。まずは青森県の代表料理、郷土料理ですね、ザッパ汁です。うわ、とっても美味しそうにできてますよ。頭も入ってますし白子も入ってますね。これは美味しそうです。いただきます。まず最初にちょっと汁をいただきますか。うん、味噌風味、出汁が出てますね。いただきます。うん、まさしく旬ですね。一口でいきたい感じです。いっちゃっていいですか。うん、トロトロ、これは美味しい。やっぱりタラといったらこの白子ですよね。とっても美味しい、味が染み込んでます。うん、この頭の上のお肉もやっぱり身とは違った味がありますよね。頭の方がちょっと甘い感じがします。前回ご紹介した南部の片豆腐、本当に鍋にはこの片豆腐とっても合います。完食です。タラのフライですね。タルタルソースがかかって美味しそう。ソースをたっぷりつけて
ただきます。うん、おいしい。身がですね、見てください、これとってもこんなに厚いんです。味が淡白ですから、このタルタルソースがとっても合いますよ。これこれだけ大きいタラでフライ食べたの初めてだな。アクアパッツァ風のタラのホイル焼きです。八戸はブイヤベースがね有名です。これも本当に美味しそうなブイヤベースですよ。じゃあスープからいただきますね。あ、このトマトの酸っぱみもいい、合いますねこれ。ちょっとじゃあタラをいただきますね。もう完全にこれホイル焼きというよりも、ブイヤベースでねこう煮込んでるスープという感じですね。やっぱり最初に食べたジャッパ汁はジャッパ汁でとっても美味しいですけど、こういった洋風のブイヤベース美味しい。もうトマトがやっぱり効いてますね。トマトと一緒にいただいてみようかな。うん、美味しい。皆さんもですねこのタラを使って、ジャッパ汁、作ってみたらいかがでしょうか。美味しかったです。最近うちでばっかし飲んでるんで、うん、生ビールうまいですよね。あ、やっぱり、飲むね、ということで今日はですね、長横町連鎖街の入り口にあります江戸前寿司の、光寿司さんにお邪魔してます。今日は お客さんがたくさんいるんでですね、本気で呼びますよ今日は。大将でもこちらって私子供の時からあるような記憶なんですけど。いや、45年です。45年はい、昔ここに松竹映画があったでしょ。そこがですから、もう何七尾とかいっぱいあってですね、もう古い話をしてもね、今わからない方が増えましたね。え、ちょっとわからないですね。これ嫌ですね、こういうのね。あれ大将どっかで修行してきたんですか。私もともと銀座です。あ、銀座、はい、銀座で15年やってきて、こちらで45年になります。はい、え、八戸の人。私もともとおぎやって生まれたのが東京で。東京、はい、江戸っ子。まあ江戸っ子って感じです。ちょっと何のことはない、まあ、こちらで、ね、住んでる生活が長いので、もう八戸に別って考えますとね、人生っていろんなことがありますね。もうまして寿司みたいなもんです。生もんですから。はいはい、ああ生が一番。はい、大将っていつ来ても大将いつもずーっと喋ってますよね。はい、印象に思うので喋ってました。今日はね、ここだから行きますけど、実は私ども昔の江戸前寿司なので、お手元とお塩がなくて、ちょっとガリをね、つまんでいただいて、つまんでいくのは消毒になるんですよ。はい、つまんでください。それつまんでから握ります。はい、まず、ここだから行きます。はい。映ってますよ。うわあのアングルから映ってますよ。いい仕事しますね。はい、見た目も美しいですよ。はい、やっぱり春の魚ですから。うん、はい、うん、もうちょっと前だと新子って言って小さいんですが、うん、今小肌でちょっと大きくなるとこんな白って言って主生王ってやってまして、はい、このシャリのシャリがパラッと溶けるところにこの小肌の、はい、このいい締め具合のスープがまたね、絶妙なバランスですよ。ありがとうございます。うん、はい、うん、海苔が香りがいいですよ。海苔の香りが、はいはい、うん、さっきのタラコの話に申し上げますが、この海苔を使いますとタラコは負けちゃうんですよ。ですからこうわざとそのテクニックを見てお出しして、それでこうふわっと揚げるようにしてました。はい、いやー、一貫一貫がなんか主張を感じますね。今本当海苔がものすごく感じますし、うちは30種類あるんで、そこから選んで7種類、8種類とこう握ってますんで、はい。
こちらあれですよね、大体お任せってやつ、大体一通り出てきて、ちょっと足りないとまた追加っていう感じの、はい、そうするとね、大体3時間楽しむためには3時間食べないといけない、なかなかそこまで到達しませんので、ちょっとあのこう間合いを入れてこう外して、ここでありがたいですね、ビールも外国で、はい、わかりました、日本酒、おしゃっとお出汁から、すいません、すいません、慌ててました、すいません、はあ、まあ、このタイミングでこれを出されるのが一番嬉しいんですけど、いい出汁ですね、はい、これは鰹節、ちょっと柚子胡椒とします、柚子胡椒、はい、うわー、美味しい、やっぱりあの生のお魚食べた時はこういうのが一番です、あとは寒いのであったかめにね、えというか、またここでリセットされてまた飲み始めになっちゃいそうな、この雰囲気を感じちゃいますね、作戦その1です、はいはいはい、うん、ね、塩使ってないんだ、いたずらにしょっぱくしない、うんうん、しょっぱくないですよ、はいはい、その麩の甘さで食わせて、せっかくここはイカの本当に、うん、本当にイカの、はい、甘みが麩を絡めた、はい、ああ、ちょっといかがですか、あのちょっとあの女性はこう言ってんですから、はい、大事にしませんと、はい、どうぞコメントを、私の代わりに、いや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 、美味しいだけで他ないですよ、すみません、普段塩辛食べれないですけど、このやつは本当ですか、ありがとうございます、頑張ります、イカの塩辛食べられない理由は何ですか、いや、ちょっと苦手だったんですよね、この香りとかもそういうやつ、じゃあちょっとあの生臭いですよね、うんうん、でも新鮮だからやっぱり生臭くないですよね、はい、生臭く仕込まないのが江戸前のいいものは食べれるんですよ、はい、ああ、魚嫌いも食わせられる、食わせられる、うちあのサバが嫌いだっていう方が来て、サバ食ったらこれサバじゃねえだろって言われて怒られまして、美味しいじゃねえかって言われて、あのやっぱりサバの臭みみたいなのが嫌だった方が多いんです、うん、ですよね、うちは締めてるんで甘みが出まして、はい、ナマコ、ナマコ硬くて生臭いじゃない、はい、あ、実は社長このナマコですね、いやあの硬くてあのちょっとお嫌な方が多いんですけど、生臭いのもあの嫌な方の原因だと思うんですけど、私どもお茶ラッパルもんで柔らかくしてお茶あのお茶召し上げてください、はい、私はでも大好物なんで本当は硬いのが好きですよね、そういう方も、ね、すみません、うん、柔らかく生臭くなく絞ってました、はい、いかがでしょう月1ぐらいね、お忍びできて、言葉が出ない、あのナマコ好きもナマコ嫌いもハマる、これ10貫食べたい、はい、っていうよりも本当に柔らかいですね、噛むあれがないので本当に味わい、あの噛んでて硬さだけで味がわからないんだったら、これもしかするとナマコだけ食べてるとそんなでもないのか、はい、これシャリに乗せて海苔で巻くからものすごく美味しく感じるんだろうなと思いますよ、これ違うんですもんね、そうなんですよ、ね、季節季節に合わせて僕ら仕込むので旬がありますからね、はい、それは楽しみでやってるんですが、なかなかそういうふうにいかなくなっちゃいましたから、うん、沈んでいくんですよね、そこはあの空気を入れて見てますんで、はい、だこの間フジテレビさんが来たスルーと沈んで、うん、それを撮ってますけど、はい、でていうかタイってこんな美味しいんですか、はい、そんなに寿司屋でタイ食べないんですよ、あ、そうですか、美味しいですね、ありがとうございます、甘い、そうなんです、で6時から開店、はい、でいつ仕込みやってるんですか、あの3時あの市場行って仕込み、あの魚仕入れて、あの魚屋に届けてもらうようにして、それでそのままうちに帰って亀さんの顔見てご飯食べて、あの休ませていただいて1時頃まで寝てまして、で1時頃起きてお風呂に入って、それから出てきて仕込みをして、仕込みをして3時頃からシャッターを下ろして仕込みしてまして、であの5時半とか6時やったらシャッター開けるようにして、であのカンパチなんですが、はい、今水温が下がったんで、この水温が下がったところが甘みがあるので、ちょっと召し上げていただいて、はい、はい、カンパチ、カンパチ、はい、ちょっとあの水温が甘みが出て、うん、今食べた、はい、
のがものすごく今日本当に惜しい食べたって感じ。 ありがとうございます。去年はどうなんですか。あのちょっといけました。赤身から食べていただいて本当のマグロの味がします。そのまますっと煮切り醤油つけましたから、はい、こういうのが、ね、水っぽくない本当のマグロの味です。はい、マグロの味濃いですね。こういうのがマグロなんですよ、うん、でちょっと巷でほらあの水っぽいやつ食べても美味しいとおっしゃってる方にたくさんいて、うん、あそれでいいよって人もたくさんいるんですけど、本当はこういうちょっと本当のマグロを食べてほしいですね。いやまたこの煮切りがすごい引き出しますね。ありがとうございます。どうしても江戸前はわさびを入れないといけないので、このわさびの度合いもものによってあの強くしたり弱くしたりして調整をしてます。はい、あと結構この出す角度っていうのもなんかこだわりがあるっていうのは。ありがとうございます。江戸前って聞きましたけどね。はい、なんか今日ちょっとつい寝込んじゃいます。こんなに褒めると梅沢富美男さんとか浅田真央ちゃんとかもすごい有名な方が来れてますね。あの7人しか入らない小さな店なので、皆さんやっぱりあのこそっとあのお食事したいという方はあの、まあ、個室感覚であのお見えになる方が多いです。はい、この大将の元気があればまだまだいけますよ。から元気ですから、ね、いやもうどこまでありすぎるか分かりませんけども、今年で45年になります。45年、はい、あと5年頑張って50年で締めにしたいと思ってますが、その前にコロナで食べたら尺だなと思って頑張ってました。はい、たくさんの有名人も通う隠れた八戸の名店光寿司さんでした。いや見て楽しいし食べて美味しいし、そして喋ってすごい楽しい、3秒揃った光寿司さん、ぜひ皆さんも一度来てみてください。今日は居残っちゃおうかな。白いの
秋山博士さん、おいらつ山でございました。続きましては、演歌の貴公子、山内圭介さんでございます。口づけが覚えていたい。いつか覚める夢でこの続く指を絡め合い、歩けば